こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。で、女性と会話が弾むことができれば、もう必然的にね、好感度を持ってもらうことって簡単なんですよね。そして、あなたに惚れさせることができます。そのためには、女性のことをよく知って、女性が好むような会話をしていく必要があるんですね。で、多くの男性っていうのが、惚れさせる会話の概念っていうものを間違っています。今日は安心してください。あなたが、ね、女性に惚れられるように、今回は最強に惚れさせる会話テクニックというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい。では、最強に惚れさせる会話テクニック。で、最後が一番大事なので、最後しっかり聞いてくださいね。一つ目。女性誌を読む。例えばなんですけれども、この女性用の雑誌とか、あと私がおすすめしているのはオズモールっていうサイトなんですけど、女性誌とかその女性向けのサイトっていうのは女性が好きなものの宝庫なんですね。それさえ見れば女性がこういうもの好きなんだなとか、あ、こういうお店行ったら女性が喜ぶんだなっていうのがもう一目瞭然でわかるんですよ。で、女子会プランとかそういうので調べてもらうと、女性同士が行ってテンションが上がるようなお店が載ってたりとか、女性が行ってテンションが上がるようなホテルが載ってたりとかするので、ぜひね、女性誌っていうのを読んで、女性を研究してもらいたいんですね。そうすれば、女性とどんな会話をしたら、女性が喜んで楽しんでくれるかっていうのが、女性誌だったり、女性用のサイトだったりとか、そういうのにね、たくさん載ってますので、ぜひ女性誌を読んだりですとか、女性用サイト、まあ、オズモールとかね、まあ、女性用ってわけではないんですけれども、オズモールとか女性は結構ねよく見たりしますので、ぜひ見てみてください。二つ目、共感をする。もうこれ徹底してください。男性ってどうしても女性に勝ちたいとか誰かに勝ちたいって思ってしまう生き物なんですけど、女性はもう勝つとか負けるとか基本的に考えてないんですね。そうではなくても共感、共存、共有が女性にとって安心安全地帯になりますので、それを過道徳されたりとかすると、怖いってなるんですよ。そうではなくて、女性に対しては基本的に共感です。もし自分がそうに思えないんだったら、あなたはそうなんだねっていう風に言ってあげるだけでいいので、とにかく共感をするっていうことをしっかり頭に入れてください。はい、そして三つ目。楽しそうに聞くです。これ男女ともにあると思うんですけど、自分がわからない話だったりとか、自分の興味のない話をされた時に、つまらなそうに聞いちゃう時ってあると思うんですよ。あ、そうなんだ、へえ、みたいな感じで。あなたも自分が好きな話をしている時に、女性がふーん、みたいな顔されたら、結構ね、辛いと思うんですよね。女性もそうで、あなたがなんか興味なさそうな顔したりとか、あ、そうなんだ。で、終わらせてしまうと、すごくね、あ、私のこと好きじゃないのかなっていう風に思われてしまいますので、話を楽しそうに聞いてあげるっていうのはめちゃくちゃ大事です。なので、楽しそうにね、あ、そうなんだって笑顔を出してあげたりとか、楽しそうに話を聞くということをやってあげてください。はい、そして四つ目。芸能ネタ。これ結構ね、見ておくといいかなって思います。多くの女性はそのドラマが好きだったりとか、あとはまあアーティストだったりとか、その芸能ニュース的なものっていうのに結構ね、意識をフォーカスさせている人って多かったりするんですよね。で、同じドラマを見てたら次の展開だったりとか、あのシーン良かったよねとか、共通の話題も必然的に増えてきて、あなたも話盛り上がれるし、相手も盛り上がれるしっていう、結構ね、簡単に共通点を見つけられるものだったりしますので、その女性が最近ドラマ見てるみたいな感じ
じで聞いてあげる。今期もまたね、1月から始まってくると思いますので、相手がドラマ見てるって言ったら自分もそのドラマを見てみるとか、トピックで1位2位とかに上がってくるものはとりあえず抑えておくとか、そういうことをすると会話が盛り上がりやすくなります。なので芸能ネタっていうのも仕込んでおくととってもいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後一番大事な5つ目、これめっちゃ大事です。これはですね、女性のプライベートな話をさせてあげるっていうことですね。結構女性の方がガードが硬かったりするんですよ、自分を守るためにね。なのでそういうね、女性の心を開かせてあげるっていうことが大事で、上辺だけの、例えば兄弟何人とか何が好きとか、そういう上辺だけの話をしていても仲って深まらないんですよね。そうではなくて、もっと深い、今までどういう人生を歩いてきて、どういうことを感じてきたのかっていうのを相手にしてもらうことが大事なんですよ。そのためにはヒアリング力だったりとか、質問力っていうのがすごく大事になってくるんですけど、ちゃんとあなたが相手のその生きてきた過程だったりとか、何を乗り越えてきて、何を楽しくて、何を嫌だと思うのかとか、そういうところに興味を持って話を聞く、質問をするっていうことがね、必要になってきますので、ぜひ女性のプライベートな話をしてもらうっていうことに注力を注ぐといいと思います。これでもらいます。はい、ではですね、おさらいしますね。最強に惚れさせる会話テクニック、1つ目、女性誌を読んだり、女性向けのねサイトを見たりしてください。2つ目、共感をする。3つ目、楽しそうに聞く。4つ目、芸能ネタを仕込んでおく。5つ目、女性のプライベートの話をさせる。この5つとっても大切になりますので、ぜひね、取り入れて女性と会話をしてみてくださいね。はい、ではおしゃべりコーナー行きたいと思います。皆さん、初夢覚えてますか？初夢見ましたか？結構男性の方がね、夢を見ないイメージがあるんですけど、私はですね、すっごい初夢見て、なんか10人くらい人がね、なんか弓矢でブスブスブスってやられて、バタバタ倒れてね、亡くなってしまうっていう夢を見ました。ちょっと怖かったんですけど、なんか人が亡くなる夢とかって、何かこう飛躍するとか、そういう意味らしいんですよね。意外と悪夢に思えることっていい夢だったりするみたいなので、私は今年は去年の10倍ぐらい飛躍しちゃうのかなって思ってます。皆さんの夢はどうでしたか？こういう話もね、きっと女性との会話で盛り上がれると思いますので、コメント欄にぜひアウトプットしてみてくださいね。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。たまに私がやるゲリラライブだったりですとか、YouTube では言えないね、内緒の、極秘情報みたいなのをね、 LINE でお話しさせていただいたりしてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日もお疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。